これ恋愛系がちょっと話したく。あー、なんですか。やだ、かわいい。え、一番恋愛相談されます？あ、多いですよ。え、かわいい。めっちゃ多いですよ。超プラス。本当に告白していいですかっていう。好きなんですよ、先輩のこと。でも受験頑張ってるんですよ、先輩の時に告白したら邪魔になりますかねっていう相談が来たりとか。難しいなぁ。どうですか。ちょっと自分もあり、あり、じゃあ、ありパターン、あり、あり、なかったら別に何もダメージ受けないじゃないですか。あ、そうっすか、なるほど、ありパターン。ありパターンですよね、やっぱ一番ダメージっていうか、その影響があるのは。いいなと思ってるけど、うち勉強あるから、とりあえず、あ、なるほど。みたいな、それ、どう？それ、どう？中2今1個で残念なお知らせがあって、自分後輩に告られたことがないっていう。いやいや、設定設定設定。そう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 。頑張るけど。妄想。かわいいかわいいわ。なんか、腹が気ゆいよ。え、それ速度でしょ。めちゃくちゃモチベーション上がっちゃった。違った。でも自分はですね、多分 OK しちゃうんですよね。でも全然 OK ですよ。それ OK じゃ OK です。自分恋愛。頑張れる。頑張れる。恋愛頑張れる。プラスになる。あタイプなんですよね。自分ね、よく言うんですけど、恋愛じゃないですか。じゃあ勉強に置いたときに、勉強のプラスになる恋愛とマイナスになる恋愛があるぞっていう話をしてて、例えば、LINE とかあるじゃないですか。え、なんで勉強して LINE 返してくんないのって言ったら、マイナスだし。マイナス、マイナス。そう。でも、その、待ってて、頑張ってね。じゃあ勉強やってくるわ、1時間やってくるわ、ちょっと待っててって言って。超頑張れる。そうそうそう。じゃあ頑張ってくるねって言える中だったら、それはプラスじゃないですか。プラス。相手によると思うんですよ。そうですね。でもそれ告白する側だったら、はい、別に迷惑と思ったら男の子は断ればいい話じゃないですか。まあそうですよね、で自分がねプラスになると思う。それその選択をして、そこでなんかわかんないけど受験失敗してお前のせいで失敗したとか言ったら、はぁ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 です、はぁはぁはぁです。でもなぁ、言ってよなぁ、でも浪人したらしんどいもんなぁ。ね、待ってね、他の人と付き合っちゃったりする可能性もありますからね。そうなんですよ。いやぁ。勝手にやっぱ自分のために頑張れないんですけど、人のために頑張り、その理由付けをしたくなる人で、確かに彼女が応援してくれてんだったら頑張れかみたいな。え、めっちゃいいじゃん。こういう人もいるんだ。待って、これちょっとダメだ。こういう人だったら多分大丈夫。大丈夫やつだ、大丈夫やつだ。今これなんで話したんだろうな。いや、めっちゃ面白いじゃないですか、それ。出していこう。えー、でもなんか全然影響されなかったな。私は受験の時いました？いましたけど、わかんない。でも向こうの浪人してましたね、そりゃ。ああ、そうなんですね。うん、でもそれ自己責任だと思うわ。自己責任だよ、それ、そんな。で、そのぐらいに割り切った方がいいと思うんだよ。そう。死ねえよ、みたいな。死ねえよ、俺。倒っちゃね。これ姉さんと強いんだよ。倒っちゃね。自己責任だ、そんな。ただね、これ、メール送ってくる子って優しいんですよね。優しい子たちが多い。まあ、自分弱いじゃないですけど、いいと思うんだよな。いいと思う。だってその男の子のさ、選択肢だもん。そうですよね。そう。男の子のね、視聴者さんに書いてもらうじゃないですか、そのコメント。もう結構お兄さんとお姉さんだからさ、もうさ、話がさ、そういうとこになっちゃうじゃん、ちょっとこう、そうですね。高校生の気持ち、ちょっとね、もうね、半分ぐらいじゃないですか。もうないですね。思い出せづらいですね、なんかね。そう、ずらっちゃってるからさ、書いてもらう、書いてね、みたいなコメント。自分だったら、いっちゃうなぁ。私はでもそういうタイプなの。いや、いっていいと思うんだよな。いっていうタイプだけど。自分逆だったらいっちゃうんですよね。男が、俺が好きで。先輩が。先輩ね。ってなったら、いっちゃうよね。いっちゃう、いっちゃうよね。じゃあ基本的に言わないで、後悔するのは嫌なんですよ。いや、わかる。ひとまず言いたい。ひとまず言いたい。で、玉砕したとしても、玉砕したら別に向こう何にもダメじゃないですか。そう。まぁちょっと分かんないけど。だからもしちょっと振っちゃったってあるかもしれないけど、そんなすぐ忘れるから大丈夫だよ。そう。忘れるから、ほんと。もうほんと大丈夫。1、2ヶ月。そう。傷って。男の子でも同じような例来ますからね。男の子来ますよ。あと男の子は、可愛いのは、彼女を、さっき言うんですよ、彼女いる子だったらどうやって喜ばせたらいいですか。かわいい。これかわいくないですか。かわいい。何でも嬉しいよ、大丈夫。でも多分その、彼女のことを一番知ってるのはその子だし。そうそう、その子だから。で、わかんないですよ、これちょっと理想論なんですけど、自分のために時間を割いて考えてくれてるのが。そう、それが嬉しいですよね。そこの、その感覚も合う人がいいですよね。あ、そうですね。例えば、わかんないけど、100本のバラもらって喜ぶ女の子と
別に喜ばない子もいるじゃないですか。そうですね、花より団子の子もいるから。団子の子もいる、ご飯美味しいご飯食べてもなるよね、うん、でもそれを自分が考えた結果それをしてあげて、うん、それをやっぱ喜んでくれる感覚ってすごい大事だから、そう、それでもなんでも嬉しいよ、嬉しいですよね、よそう、今でも嬉しいですよね。いや今でも嬉しい、今でも嬉しいです、その考えてくれたんだなってのは嬉しい。そう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 、高校生なんてね、バイトしないけどお金もね、なくて、なくて、そうそう、お小遣いからこう、え、何あげました、高校生の時に。ちょっと掘ってこう、掘ってこう、ほら自分バイト禁止だったんですよ、バイトしたことないんですよ、ここで。あ、進学校、自称進学校、自称進学校だったんで、うん、え、一番は、うん、多かったのは手紙なんですけど、え、めっちゃいいじゃないですか。で、あとは、うん、ちょっとお金を貯めた時だったら、うん、自分結構そう、あの、何ですか、なんだろう、ロマチック、ロマチック、ロマチスト、ロマチストなのと、うんうんうん、あのロマチストっていうか、うん、あの、なんだろう、あれです、独占欲が強いんですよ。あー、なるほどね。あの、お揃いのものはつけたがる。かわいいじゃないですか。やだ、恥ずかしい。はい、めっちゃ綺麗だけど。しかも、お腹痛い。笑っとけ、笑っとけ。何もあったら嬉しい。何のあれだっけ、ちょっと高校生とかマジ記憶ないんだけど、どうしたらいいかな。マジでごめんな、高校生の彼氏、ごめんな、元彼。あ、でもなんかネックレスとかもらってた気がしますね。全然つけた、学校つけてた気がする。あ、そうなんですね、うん、あ、それ嬉しいですね、うん、うちあれだったんですよ、結構首詰まってる子、なんか、あ、そう、あれだったから見えない、そう、買ったシャツとかじゃなかったから、なんか普通に冬とかつけてた気がしますね。あ、同じ高校ですもんね、彼氏って。そうそうそう、だった、そうでした、今日、今日共学なんで。何それ、うん、そう、それがバスケの先輩、バスケの先輩って。あ、先輩だったんですか。先輩と付き合ってましたね、楽しい。うわー、いいっすよね。マジ、リア充リア充、バカしてるね、今日ずっとそれをしてもらった時に一緒にするか迷ったんですけど、やっぱできないと思って。やってください。いや、嫌です。やってください、ちょっと一発。はい、おまけで作っておきましょう。いきます、いきます。はい、というわけで今日も激しい白黒チャンネルの時間です。